朝起きて鏡の中に私がいる。あら可愛いわ鏡よ鏡、私は自分に話しかけるの。今日も素敵な一日でありますように。夜も更けて鏡の中に私がいる。あら美人だこと鏡よ鏡、私は自分に語りかけるの。明日も愛しい日々が続きますように。一日の始まりにおはよう、天気がいい日はこんにちは、眠くなったらおやすみなさい。私はいつも憂鬱そうで、私が笑っても笑わない。ただ美しい瞳でこちらを見てる。鏡の中に私がいる。これが本当の私なの。その老女の鏡に映っていたのはリリーだった。では老女はリリーが年老いた姿？いいえ、不老不死であるリリーが年を取るだなんてありえない話よ。その吸血死の老女は初めはとても親切だった。リリーの旅に行くあてがないことを知ると老女は、そうだわ、しばらくここにとどまればいいのよと勧めてきた。一人で暮らす老女が寂しそうに見えたのね。リリーは勧められるままこの屋敷にとどまることにしたの。老女はとても喜んでくれた。だからって食事に睡眠薬を混ぜるのはどうかと思うけどね。リリーが目を覚ますと、そこは鏡の中だった。